はい、どうも。今回ですね、タマムシシティへの行き方を解説します。で、今回はシオンタウンから出発します。で、左に行ってまずは8番道路へ行きます。で、どんどん左の方向へ行きます。で、ここを上に行くと地下通路があるので、地下通路の中に入っていきます。ここはひたすらまっすぐですね。で、ここで外に出ます。で、7番道路に出たら、ここ上ですね、左上に行きます。で、そうするとタマムシシティに着きますね。はい、というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。